66丁目、リンカーンセンター駅は、マンハッタンにある、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅で、ある。66丁目とブロードウェイの交差点に位置し、1系統が、終日、2系統が、深夜のみ停車する。駅名表カルトゥーシュこの駅は1904年10月27日に、開業した。ホームの壁は2004年に改装され、 ニューヨークのアーティストである、ナンシー・スペロによりデザインされたモザイクで飾られている。駅にはエレベーターがあり、バリアフリー化されているが、これは改札口と地上のみであり、ホームランターンにあるホーム間連絡通路には、エレベーターは設置されていない。入り口エレベーター駅から南へ向かえば、リンカーンセンターホーザ・パフォーミング・アーツへ、西へ向かえば、アリスタリーホールがある。また、 リンカーンセンターへは、駅南端から地下通路で接続されているため、展示も雨に濡れることなく、移動が可能である。詩人のダンテ・アリギエーリの像があり、その名を冠した、ダンテ・パークやアメリカのテノール歌手、リチャード・タッカーの名を冠したリチャード・タッカー・パークなども、ある。その他、フィオレロ・ヘンリー・ラガーディア音楽芸術部隊、芸術高等学校や、 マーチン・ルーサー・キング・高等学校ビル内の小規模学校なども含め多数の学校がある。これらの他にも駅周辺にはなどがある。65丁目南の南行ホームへの階段。ありがとうございます。